ダンテの操作も最後になります。今回はバージルと戦っていきます。終わりが見えてきたな。あと少しですが、お付き合いください。早速始めていきましょう。バージルは3段階あります。最初の第1段階目、攻撃がすごく緩いのでしっかりダメージを取っていきたいところです。ダメージもできるだけ受けない方がいいな。この次元弾も単発しか出てこないので回避するのもそんな難しくないです。この浮き上がりに対して後ろに回り攻撃することができます。ソードフォームでダメージアップできてるな。ロイヤルガードで同じダストガード何にしてますね。終わりだ。攻撃タイミングが遅いと当たんなかったりする。ここもパターンを把握して素早く動けるといいな。またロイヤルガードに戻してジャストガードを狙っていきます。あん、ちょっとミスをしてしまいました。回数こなしてタイミングを覚えるしかない。ガードをミスしたところ以外は悪くないな。そうですね、ダンテの操作も慣れてきたと思います。またガードしてビルゲージを貯めていきたいと思います。ここではガードがあまり続いてませんでした。実はジャンプしなくても走ってるだけでいけれたりするんです。ガード失敗してます。ここでゲージを使って強化します。ロイヤルガードの場合盾にもなるから攻撃を当てていきます。浮き上がったので攻撃を加えていきます。ちょっと時間かかってますね。この次元弾もガードできるんですよね。フィンガーで攻撃逃げられてしまいました。空中に上げ損ねてますね。やはり時間がかかってるんだ。攻撃をミスって離れたところにカリーナで攻撃。もう少し時間がかかりそうです。まだ第1段階のところですが時間かかってます。もうそろそろ終わるだろう。今の当たってるんですよね。ノックバックしないから当たりづらいな。そろそろ決着の時だな。第1段階がそろそろ終わりそうです。第2段階に入りました。一気に攻撃が厳しくなっていきます。次元弾を4連発してくるようになります。ちょっと攻撃するタイミングがよくわからないんですよね。まあ今はかわしていってますけれどね。それきついですね。隙を見つけて攻撃するしかない。ここも何回かやり直せばそれができるようになるだろう。これでも何回かはやり直しているんですけどね。これで空中に飛び上がって攻撃をしてきます。この空中の攻撃は3回やってくる。この後のダンテの周りの幻影剣の具合攻撃になっちゃうんで、それをいかに防いでいくかというところなんですけど、逃げる行動で回避しようとしてます。そしてカリーナで攻撃。次元弾怖いですね。範囲内にいるとダメージを大きく食らってしまうので、本当はこの後大きい隙があるので狙っていくのが上等手段ですが、それを実行できていないです。ふう、また囲まれましたので逃げようとしてます。逃げ切りましたね。あの幻影剣を簡単に消す方法を見つけないとな。空中での次元弾はタイミングが少し緩やかになっています。また次元弾高速の方ですね。トリックスターでなくともかわせると思うぞ。この第2段階にもうすごく時間がかかってしまってますね。ゲージを使って新魔人化を狙った方がいいと思うんですけどね。
その時は忘れています。そのあたりも経験の足りなさだ。バカめ、カズマを切る。すごく逃げ回ってます。そして攻撃も届いてないと。ダメージを食らってしまいました。今のはかわせたはずだ。長丁場で疲れてきたんだと思います。ようやくデビルトリガー使えます。かわしきったんで、そろそろ新魔人化を使っていきます。ようやくだな。これで半分ぐらい減りましたね。キャッチメントを入れて、これで第2段階で終了です。最終段階になると、バージルが分身を生み出すようになります。この分身の攻撃も避けながら進めていかないといけないです。基本的に分身も同じ攻撃をしてくるので、攻撃が2倍になります。早速ダメージをもらってみよう。コモのコンティニューでクリアだ。スコアは悪くないですね。ちょっと時間かかったのがもったいなかったなって思います。俺には君とクレドが唯一家族みたいなもんだった。あと一仕事片付けてすぐに帰るよ。